はい、えー、どうも吉谷です。今回ですね、えー、一般のお便りホームですね、えー、からお便りい,いただいたので、回答していきたいと思います。えっ、ー、と、質問です。12月8日の博多セミナーの時間を教えてほしいです。できれば料金の方もということで、えー、12月8日ですね、鷲津さんのブックメーカーのセミナー、400回記念のセミナーを博多でします。で、その時間と料金ですね。 こちらはですね、まだ確定ではないんですけど、おそらく13時からですね、おそらく13、いつも13時ぐらいからやってますので、ね、13時から17時あたり、まあ、4時間、まあ、僕のセッションと、まあ、わし津さんがメインなんですが、ど、鷲津さんのセッションと、まあ、僕のセッションで、まあ、4時間ぐらいですかね、を予定しています。13時から15時ですね、あ10 13時から17時、1時から5時、4時間ですね。 で料金の方はいつも、えー、5000円でやってますので、えー、5000円です。はい、だ一般の僕はセミナーは5000円で今統一してますので、セミナーはですね。ただ、その合宿とか、うん、その、1日徹底合宿とか、なんかそういうやつはちょっと高いですけども、普通の一般のセミナーは5000円なので,、はい、で。あと今回ですね、うん、まあ、あの、正直、 前もセミナーやったんですけどもんまあ5,000円この前博多でセミナーやった時も結構高知大阪あとはどこだ結構県外から来ていただいたんですけれどもまあ普通のセミナーだと大体そのバックエンドをこう販売されるっていうのがあると思うんですけど、えー、僕のセミナーっていうのは基本的に全部話すっていう。 基本全部話すだからバックエンド売りのセミナーもたまにやるんですけれども基本的にその高額商品は売らない、うん、セミナーでもう全部時間の限り全ベッドしていくっていう全ベッドしていくっていうのが主でやってますしこの前のセミナーも鷲津、えー、さんの原稿の手法を全てお話ししました。 来るのか分かんなかったんであれなんですけど、まあ、初心者の方が結構多くてただ手法ロジック的に関しては結構その中級上級要は365ベッドブックメーカーやってないと分かりづらいっていうところがあって、まあ、今回のセミナーではその、まあ、参加者の方のなんだ、えーまあ、セミナー入る前にですね えー、ブックメーカーやったことがある人とない人っていうのを手を挙げてもらって、まあ、話の内容っていうのは決めていこうかなと思いますだから初心者の方でも分かりやすいように鷲津、まあ、さんもね今動画かなり撮ってるんで、まあ、初心者に向けて分かりやすいように説明もできるだろうしただその手法ですね どうやってやってんのっていうところの部分はちょっと中級上級になるんですけれどももちろんそこも話しますだから初心者中級上級もカバーできるようなセミナーにする予定です。はい、ななののので初心者の方もも、参加してていいいいただいても、まあ、全然いいのかなとは思いますけど。はい、ということで、えー、今回頂い,いた質問に対しての回答をさせていただきましたありがとうございます。